ハーバーライト、大阪号西日本 JR バス三菱不装、エアロキング2007年撮影ハーバーライト号は、神奈川県横浜市、厚木市及び、東京都町田市と、京都府京都市及び、大阪府大阪市を結ぶ、夜行高速バスのかつての路線愛称である。現在は、グランドリーム、横浜号の路線愛称で運行されている。ハーバーライト号は、廃止後もグランドリーム、 横浜号の続行便として運行日限定で、復活運行している本校では、グランドリーム、横浜号及び、中港便の横浜グランヒル、特急大阪号、廉価版の青春ドリーム、横浜号についても記述する。ハーバーライト、大阪号湘南館なコーバス時代の車両三菱、不装、エアロキング2008年撮影ハーバーライト、 大阪号横浜館那高バス時代の車両三菱、不装、エアロキング2008年撮影1989年、西日本 JR バスと神奈川中央交通の共同運行路線として開業。西日本 JR バスとしては、初めて目的地側の事業者に JR バスが入らない路線となった。また、神奈川中央交通の夜行高速バスとしては、奈良線に続く2番目。 三番目の路線となった。なお、神奈川中央交通では高速バス路線に路線相性を用いていなかったため、単に大阪線、京都線あるいは横浜、町田大阪線、横浜、町田京都線などと呼称しており、旅客向け案内でもハーバーライト号の路線相性は使用していなかった。運行開始当初より町田バスセンターでの乗降客が多かった。しかし、 神奈川中央交通では、高速車の更新費用や運転手の二人、乗務体制などに由来するコスト増から夜行高速路線の維持が困難となった。地域の生活路線である一般路線バスを重視する立場からも、採算性の低い夜行高速バスからの撤退を進め、1990年代末までに広島線と和歌山線を廃止した。運行継続した。 夜行高速路線ではコストダウンを図るため分離市会社のカン港バスへ運行委託することとし2000年11月15日に湘南カン港バスへ夜行高速バスを移管した一方西日本 JR バスは昼特急の路線開設ブームに乗る形で2004年から中高便横浜昼特急大阪号の運行を開始した昼特急は 西日本 JR バスの単独運行で夜行車両の間合い運行によりダブルデッカーを使用する形態は東京発着の昼特急と同様である。神奈川中央交通は2008年6月16日に夜行高速バスを湘南間那高バスから横浜間那高バスへ再移管したものの翌2009年5月31日の運行をもって大阪線、京都線から撤退した。 翌6月1日から西日本 JR バスの単独運行となり、ハーバーライト大阪号とハーバーライト京都号を統合して、ハーバーライト号とした。2016年12月22日からは、連覇版の青春ハーバーライト号が毎日運行、通常版のハーバーライト号が 半防備運行となり、合わせて高速バスネット限定の割引料金、浜の特割が設定された。2017年3月31日より、ハーバーライト号、横浜ヒル、特急大阪号に使用する車両を、グランドリーム号などで使用される平屋3列、クレードルシート車両に変更し、それぞれ愛称名を、グランドリーム、横浜号、横浜グランヒル、 特急大阪号に改称また同様に、青春ハーバーライト号の愛称名を、青春ドリーム横浜号に改称した。同年9月には、廃止された2階建て車両による、ハーバーライト号が、グランドリーム横浜号の続行便として、運行日限定で復活運行した。西日本 JR バスでは、かつては便名コードを設定しており、 ハーバーライト号は 760XX、横浜ヒル、特急大阪号は 100XX であった。左は、低山観光バス委託の2号車運行開始当初の、車両西日本 JR バス三菱不装、エアロクイーン M1994 年撮影、グランドリーム、横浜号、横浜グランヒル、特急大阪号では、2017年3月31日より、平屋3列。 クレードルシート車両、グランドリーム号を使用している。廉価版の青春ドリーム横浜号では4列シート車を使用する。低山観光バスが続行便を運行する場合は、同社の通常使用の4列シート貸切車を使用し、車体に行き先と西日本 JR バスからの自宅運行である旨を表示する。開業当初のハーバーライト号は西日本 JR バス。 神奈川中央交通ともに、独立三列シート29人乗りの三菱不装、エアロクイーン M を使用していた。その後、夜行高速バスのコスト増大に伴い、一大運行では供給不足だが二大運行にすると、再三割れになる状況から、1999年の車両更新時に乗車定員の多いダブルデッカーに変更し、 独立三列シート39人乗りの三菱不装、エアロキングが導入された。なお、横浜カンナコーバスが所有していた、エアロキングは、後に、大阪府の沖田を経て、ジャムジャムエクスプレスに移籍し、同社の高速路線バス、ジャムジャムライナーで使用されていた。ありがとうございます。